服部康成は、津軽藩祖の津軽為信と二代藩主信平、三代藩主信義に仕え、家老として津軽藩の基礎を築いた。しかし、その出自は定かではない。津軽為信は、南部からの津軽独立に際しては、南部氏に先んじて、いち早く、豊臣秀吉のもとに上がり、本領を安堵された。しかし、津軽氏と争っている中でのそれは、南部氏にとっては、騙し討ちに似たものであり、南部氏は、豊臣秀吉に強く抗議したが、一旦決まった秀吉の裁定が覆ることはなかった。この時、為信と秀吉の間に入って尽力したのが石田三成だった。その後、秀吉が没し、石田三成と徳川家康が反目し、関ヶ原の戦いに突入していくことになる。為信は、三成には強く恩義を感じていたようで、しかしながら石田方につけば、徳川方の南部氏の強大な勢力が津軽に襲いかかってくることは必定だった。当時、為信の嫡男の信武は、豊臣秀頼の小姓として大阪城にあった。為信は、手勢三百騎を、密かに大阪城に入れ、次男の信平を徳川方につかせ、小野津からは日和見に回り、石田方や徳川方との折衝に当たった。伊達氏や南部氏などの東北の諸将の多くは徳川方であり、上杉勢と戦うことを命じられていた。しかし、家康に、その去就を疑われていた為信は、徳川本軍へ随行することを命じられ、大垣城攻めに加わることになった。この時、徳川家康は、服部康成を、為信の陣に送り込んできた。いわば、徳川の戦目付けとしてのもので、為信がこれを断ることは、できなかった。しかし、服部康成の働きは、目覚ましいものだった。津軽勢は、大垣城攻めの先陣を命じられ、康成は、存分の働きを見せ、津軽勢は、大垣城攻略に、大きな功を挙げた。康成は、この功により、家康から、安の一字をもらい、長門守を受領したとされる。この、武将としての系譜も定かでない者が、ある日、突然長門守を受領するということは、当時でも、異例のことだったように思う。服部といえば、関ヶ原の戦いの裏側で、存分な働きをした、服部半蔵正成がいる。正成は家康に仕え、伊賀同心を支配し、隠密組として組織し、8000石を得ていた。この正成は、関ヶ原の戦いの前、慶長元年、1596に55歳で没し、その後は、長男の服部正成が継ぎ、関ヶ原の戦いに至る。この服部正成の家督相続の時期は、関ヶ原の前夜にあたり、服部一族が、間者として中央に活躍した時期だ。服部康成も、この時期に、歴史の陰で活躍していたと考えられる。それも、徳川家康の、比較的近い位置にいたと考えられる。服部康成は、鳴るの通じがあることと、家康が、その一字を与えたことから、服部正成の男子と考えるのが妥当だろう。戦後、家康は、津軽に対しては、2000石の加増にとどめながらも、この服部康成の功を大きく評価し、これにより、津軽家中では、いやおうなく、この服部康成を重く用いざるを得なくなった。実際、津軽為信は、この康成に、
その後戦国を与え、奉行職として遇した。これにより、徳川家康は暗黙のうちに津軽に大きな枷をはめたことになる。当初は服部康成の津軽家中での立場は微妙なものだったろう。しかし慶長12年1607、長男信武が没し、それを追うように為信が没し、二代目は東軍についた信平が継ぐことになり、康成はその後見人となった。しかし為信の娘婿の大河内武広が関ヶ原の戦いの際には大阪城にあった長男信武の伊豆の熊千代が相続すべきだと異議を申し立てた。亡くなった為信と長男の信武は関ヶ原の戦いの後は何かといさかいになっていたが、石田方となった信武を後継とすることはできなかったが、その子の熊千代の身が立つようにとは常に考えていたようだ。そのようなこともあり、大河内武広は幕府に対し熊千代の藩主相続を訴え、本多正信に訴状を提出した。しかし結局それが通ることはなく、信平が二代目藩主となり、服部康成が弘前藩筆頭家老となった。津軽武広ら熊千代派はこれを良しとせず、大光寺城に立てこもり抵抗した。しかし大光寺城は落城し、熊千代派も粛清された。信平はできるだけ穏便に済ませたいと考えていたようで、服部康成はその意を受けて大河内武広を津軽追放とし、その後武広は江戸城に医師として仕えた。熊千代は信平から護売基金を受けながら江戸に住していたが、若くして死去したと言われている。その後も津軽家中の争いをよく鎮め、半世紀初期の津軽藩になり、その基礎を築き、無類の良臣と称えられるようになった。康成が服部家の中にあれば、おそらくはその名が歴史の上に現れることはなかっただろう。関ヶ原の暴虐の中から歴史の表に現れ、隠密から武将へと転換したことは、康成自身も不思議な運命を感じたことだろう。